ノートブックレコーズ YouTube トーク番外編。はい、どうも、はい、ノートブックレコーズのラブスケッチと DD 長野メタルとゲストがいらっしゃいます。はい、おはようございます。宇城和樹です。今日はよろしくお願いします。いやーというわけでな、ね、はい、突然ですよね。突然びっくりですよ、はい、なんか新、ね、新作のためにそうです、ね、レコーディングのためって言っちゃっていいんですか。俺はもう言っちゃって大丈夫です。はい、レコーディングをしに来てくださった。はい、うん、はるばるありがとうございます。札幌に来ていただいて、はい、先ほどレコーディングをさせていただきまして、はい、夏コミにリリースされます、うん、ラフスケッチの、うん、新シングル、ニューシングル、ニューシングル、はい、ニューシングルの、はい、カーズシリーズのクイーンにですね、はい、はいはい、宇城和樹さんとのコラボが収録されます。なんですよ、収録される。まあ、前回がキングだったから今度はクイーンだっていう話がありまして、はい、そうそうそう、クイーンといえばっていうのでこうね、白羽の矢が立ったのがこう、うん、ラフスケッチさんからね選ばれたのがこれ宇城さんなんだね。ありがとうございます。この度は、はい、この度はそうなんですよ。そもそも、はい、我々もう知ってる体で、さっきもね、うん、ちょっといろいろお話しした後から、ねうんうん、やってるんで、はい、見てる方はあ、ね、そうか、まずそうだね、宇城さんご紹介を、うん、ざっくりとざっくりとざっくりと自己紹介をお願いします。ざっくりとした、はい、分かりやすいように分かりやすい。じゃあ簡潔にいきます。はい、はい、じゃあ宇城和樹と申します。 YouTuber、はい、をやってます、はい、歌も歌って CD も出します。あと本業は漫画家アシスタントやってます。 あと好きな食べ物はラーメンで、札幌のラーメンを今日は食べて帰ろうと思ってます。なるほど、はい、よろしくお願いします。はい、とても分かりやすい。はい、よかったよかったです。まあどういう人か分かっていただけるんじゃないかと、はい、いろいろとやってます。そう、 YouTuber だからもう、はい、なんか宇城和樹チャンネルっていうのはあるんですよね。あ、ございます。はい、それもね、まあNBR の、 オフィシャルノートブックの後にこうね、宇城さん、あれどういう検索したら分かりやすいですか。もう説明欄に書いておきます。あ、なるほど、あ、書いておきます。そうだね、こちらに書いておきます。じゃあそこから飛べるように、そう、うん、ぜひお願いします。ね、なんかYouTuber のコラボ動画とかを見ると、うん、下に説明欄にチャンネル書いてますっていうのをちょっと言うの憧れだった、うん、あーちょっとね、YouTuber に憧れてるところがある。そうなんですか。そうなんです。まあでも、うん、宇城さんは、うん、果たしてどういう曲をやっている人なのかっていうのも、はい、じゃあ曲をかけちゃいますか。そう、 YouTuber やってますわね、 YouTube、うん、はい、そう、 YouTuber らしい。そうなんですよ、うん、ちなみに今 YouTube 的にはなんか激辛ラーメンをお風呂で食べてみたりとか、なんかこう運転してみたとか。俺今朝見た。あ、本当に風呂場で激辛ペヤング食うやつ見て。そうなんですよ、ソースがお風呂に入って痛かったみたいな。痛かった、あれはもう本当に事故です、事故。はあ、やっぱそんなに来るもんですか。めっちゃあれやばいですもん。ぜひ一回、ぜひ一回やってみてください。やだけどですね、それはやだけど。YouTube アホなこと結構やってるんですけど、うん、歌は結構なんかいい感じに、ね、ちゃんとやってたい、たいなという希望はあるんですけど、うん、PV とかもすごいね、しっかりした作りですよね、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます。 いやもうあそこはもうちょっと頑張りたいところです、うんうん、個人的に、はい、もうなんか宇城さんイコールギャップの塊みたいな感じのイメージがあって、ギャップの塊、ギャップなの。まあそれはあれですよ、はい、こう今ね、こう喋っていただいてますけども、うん、歌を聞いたらまず、うん、そのギャップ一つあるなっていう。ああ、なるほどね。そうそうそう、この歌が、まあ、そう、歌はね、かなりこうシリアスというか、シリアスというか、なんかね、こうとても、はい、風呂場でペヤングを食べるような人には思えない。うん、そうそう、それわかる。曲聴いてから、はい、ね、普段、うん、なんだろう、うん、しょっちゅうアップしてるあの動画を見ると、うん、結構確かに、ね、ギャップ感じるね。うん、いや、いいと思います。すごい、心の闇が深いんです。拾いきれない。そうなんですよね。そうなんですよね。はい、じゃあちょっと一曲聴いて、はい、じゃあ言いましょうかね。曲紹介を、じゃあ本人から、本人からじゃあ、はい、は、うん、タイトルをちょっとじゃあ言っていただいて、はい、はい、それでは聞いてください。宇城和樹で月光浴。
いは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 い、聴いていただきありがとうございます、はい、よいしょ、この曲はあれですよね、あのビデオにもなってますよね、はい、あ、はい、そうなんですよ、宇城和樹チャンネルに行けば、あ、うん、トップにトップにありますよね、ドーンと、あの、ドーンとね、見てくれと言わんばかりに、うん、あの勝手に再生されるやつ、ね、あ、そう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 、もう勝手に見てね、そうなんですよ、ぜひありがとうございます、うん、なんか喋ってる声と歌ってる声がやっぱだいぶ、うん、あー違いますね、ギャップあるじゃないですか、うん、ああ、うん、はい、確かに確かに、この辺もすげえなーと思って、うんうん、はい、あ、あーなりたいです、うん、あーなってるでしょ、なってるでしょ、しっかりしたいという魂を込めたら、あの、うん、しっかりはしてないんですけど、うん、しっかりしたいです、今年の目標は、あ、ちゃんとしようだね、あ、そうです、ちゃんとね、もうみんなちゃんとしようをね、こう目標に生きてるわけですよね、そうです、もう何でもね、あの札幌にね、活動してらっしゃるララミさんっていう方が主催のライブで、はい、あの宇城和樹さんが札幌で一回ライブをしてたんですよ、うん、そうですね、あ、それは何、結構前の話ですか、今年入って冬ぐらいですかね、はい、そうですね、そう、その時にも一回ライブを見に行ってまして、うんうんうん、ありがとうございます、それでか、そう、それでやっぱ見たライブパフォーマンスも、うんうん、はい、やっぱね、そのロックっぽいというか、結構ね、煽るんですよ、おそうですね、煽る、煽る、ほら行くぞみたいな感じでやるんですか、もっといけるだろうみたいな、ああそうなんだ、それは意外、 それ超見たいんだけど、そっかそっか、俺ちょっとその時知らなかったんで、すいません、いや、楽しかったんでね、あの日はめちゃめちゃ、もっと声出さんか、おらーみたいな感じで、煽っちゃった、煽っちゃいました、やっちゃいました、結構それも衝撃的で煽るんやこの人と思って今回はこういう、はい、まあ、ロック的なね、うんうん、あのライブもしつつ、はい、こんなにねしっかり歌い上げるボーカルの方をお招きして、うん、夏のリリースのコラボをしたわけですけども、はい、その曲はね、はい、まだまだこれもうねレコーディングしたばっかりなんですよね、そうですね、今、うん、なのでまだまだこれからどう仕上がるか、はい、うん、俺もまだ聞いてないからね、なんで、でももちろんハードコアの、トラックに仕上げてますので、うん、なんでしょうね、うん、宇城さん的にも初めて、はい、ハードコアテクノ、そうそう、ハードコアテクノのレコーディングどうでしたか、うん、もういろんな、まあ、音楽的な視点でも、はい、その自分の歌的な感じでも何でもいいんですけど、いや、もうです、おーすごい一発、あれすごい一択、あれすごい一言、そうすごいの一言です、あーすごいの一言、それ以外言えないとハードコアでしたかね、もうびっくりしました、すべてがこうやっぱりなんかこの縦乗りのなんかこういいってあの魂からこう湧き上がっていくリズムも素晴らしかったですし、そのなんか重ねる録音とかも初めてしたんですよね、でなんかもうすべてが目まぐるしくて、あのすごい曲もいいですし、なんか魂が震えました、感動しました、はい、あ、そうか、重ねる、まあボーカルやってるものとしてはその、はい、いろんな声を重ねていくっていうレコーディングのプロセスはね、はい、多分よくやると思うんだけども、いや、そういうのも初めてだった、そうなんあんまり経験がなく、うん、そうなんです、うん、だから重ねて聞いた時にあいっぱいあると思ってあれ面白いねそうなんですよ、なんかハーモニーがもうすごく壮大でびっくりしました、うんうんうん、あなるほどね、そうだったの、すごいですよ、はい、そんな、うん、曲を、はい、今日は聞けませんけど、今日は聞けませんよ、それだって撮ったばっかりだよ、撮ったばっかりですからねこれからね、ちゃんとやね、あれしなきゃいけない、はい、編集しなきゃいけないわけだ、めっちゃ楽しみです、ほんまに、うん、感想、ね、そうそう、あのね、仕上がり聞くとびっくりしますよ、いやーねー、そう楽しみですボーカリスト視点で言うと、はい、仕上がって、あー、こうなったんだって毎回驚く完成した作品は、はい、ノートブックレコードの YouTube チャンネルで、はい、視聴を公開しますので、はい、それをお楽しみに、お楽しみにしていただければと思います、うん、まあレコーディングがねちゃんとしたからもう確実に出るし、もう、はい、まあ近日とは言わないけど、まあ、もうどこかで公開されるので、予定で楽しみによろしくお願いします、お願いします、はい、で、今回のそのカーズのクイーンは、うん、8月10日、はい、コミックマーケットの初日、うん、金曜日に、はい、リリース予定でございます、うん、スペースは、西館の、はい、しかるべき場所で忘れたな、はい、しかるべき場所でまあ多分近くなったらまたね、ね場所をちゃんと言うと思うので、あとでこれ多分編集するんで下に出します下に出します、あ、そうか、 YouTuber っぽく、ね、YouTuber っぽく下に出します、ね、せっかくマジモンの YouTuber がいるから、こちらでやってます、はい、僕らあの偽 YouTuber ですから、そんなとんでもない、酒 Tuber みたいなところがありますからねめっちゃお酒がねここにねドーンとびっくりしました、はい、飲んでます、はい、で、8月10日にリリースなんですけれども、はい、その前にあれですよね、宇城さんもリリースがあるんですよね、はい、そうなんです、
ついにあの、うん、生まれて初めて全国流通に載せて CD アルバムを作りまして、うんうんうん、こちらが8月8日についに発売と。8月8日、はい、8月8日、そうなんで縁起のいい感じで、うん、それはあのコミケでとかではなく、はい、まあ、全国流通ってことは例えば、うん、タワーレコードとか HMV とか、そうですね、Amazon とか、はい、そういうところでポコッと帰ると、ポコッと置いてほしいなという気がするんですけどそれはこれからいろいろ調整ですか。やっぱりそうですね、もう、うん、あのもう置いてほしいです置いてほしい、はい、しかるべきところに。 その詳細はまた、うん、あのそう、宇城さんの、まあ、ツイッターなりなんなりでこう確認し、うん、情報を追っていく感じですかね、はい、そうですね、うん、そうなんです、はい、ぜひあの8月8日発売の宇城和樹の、はいはい、うん、タイトルが言った自分のアルバムのタイトル出ないんだまあとりあえずファーストアルバム、はい、アルバムが出ますでいいんじゃないですか。幻想和歌集が発売になります。幻想和歌集、そうなんです、ぜひお願いします。タイトルいいですね、はい、はい、そういうわけで、はい、またね今回、はい、これをねコラボをきっかけにいろいろコラボできたら嬉しいですね、うん、っていう感じで、うんうんうん、そう、ラフスケッチさんはねもうコラボレーションがもう大得な人ですからね、うん、いやもう今年はコラボの年なのでねあ、そうなんですね、やっていきたいので、今後もいろいろびっくりするゲストさんがいらっしゃるかもしれないと、うん、もうもちろんもちろん、うん、もちろんね、そう、そうでございます。宇城さんとも今後もねよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。これでねいいご縁がね、うん、できたかもしれないんでね、というわけで、はい、本日のゲストはですね、はい、ユーチューバー兼、はい、ボーカリスト、はい、ボーカリストアーティスト兼、はい、漫画家、はい、いろいろ、そうそう、いろいろと、はい、宇城和樹さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでまた続報お待ちください。はい、またね、またね、よいしょ。